はい、ということでチャンネル登録者の皆さんどうも、俺でございます。はい、ということで今回は俺の持ってるドラゴンボールのカード紹介ということで、はい、まあネタがないんでね、やっていこうと思います。はい、でまあ前も言ったけど高いカードとかはね持ってないんで、高いとか珍しいカードはねないんでつまんないと思うけど、まあ、一応ネタとしてね一応動画に出しておきます。はい、とあとまあ普通にやってもつまんないんで、まあ、なんか縛りプレイでもしてね紹介でもしようかなと思っております。はい、ということで俺のドラゴンボールのカード紹介ですね。はい、ではどうぞ。はい、ということで今回は俺のドラゴンボールのカード紹介ということで、はい、で皆さんもお分かりですね。今回はなんとイケボ縛りでガンダムじゃねえやカード紹介していきたいと思います。はい、ということでまあ順番はねバラバラでございますね。はい、まずは、まあ、ベジットかな。はい、かっこいいよね、あれはかっこいいんで無限回収のカード対象ですね。はい、で右下のあれは一番くじのやつだったかな、なんだか忘れちゃったけど、はい、でオーザルブロリーから、はい、で次もまた無限回収中のあの海王神あのじいちゃんね、はい、あれ無限回収カード対象カードですねこいつね。はい、でフルブロだっけこれ。はい、あんまりねカードそんなに詳しくないんだよね。はい、でマインドブロリーがあったりなんかして、丸刈りじゃないけど丸刈り板もいたり丸刈りもいたりしてね。はい、でお次で大好きなカード父ですね。はい、ほんとかわいい。はい、で大神官がいたりして、で龍剣悟空もいますね。はい、あとはみんな大好きカリフラがいたりして、でベジータ、はい、でツル仙人なんかいたりしてね、ベジータもいて、はい、こんな感じでございますね。はい、でお次がザーマースだったりウィスだったりで、ね、あ口笛出れフィウトがいたり、はい、でミッキーマスかな。はい、どんな感じでございますね。はい、でも次行っちゃってんじゃない。はい、で次のページがこれだね、踏ん張りじゃねえや、まあ踏ん張りでいいか、踏ん張り悟空っすね。はい、でブロリー、あと仮面のサイヤ人かなあれは。はい、でスーパーベビーかなあれ、はい、わかんねえけど、こんな感じで、あとで何のカードが強いかってあんまり俺分かってなくて、バトスタとかねやらないんでねよくわかんねえんだけど。はい、でフリーザ、あのフリーザのカード結構好きだね。はい、で、はい、こんな感じでジレンがいたりしてね。はい、こんな感じでございます。はい、で、はい、またおじいちゃんが出てきて、黒煙の復刻の方ですね。はい、あれは復刻じゃない方欲しいんだけど、なかなかね当たんないんだよね。はい、でまあここはこんな感じで悟空もいたりして、次のページに行っちゃおうか。はい、はい、でまたおじいちゃんがいたりして、でセルゼノかな、はい、ワンキル対策だっけ。はい、で暗黒仮面王がいたりしてね。はい、ここはこんな感じでございますね。はい、でバトスター本当やらないから分かんなくてね、本当はバトスターとかね動画撮ってやりたりもしたいんだけどね。はい、デッキ作ってみたみたいな動画も出したいんだけど分かんないんでね、まあビルスがいたりして、まあ高めのカードで組めば強いんかなって素人なりには思っちゃったりもするんだけど、どうなんすかね、よく分かんねえんだよな。はい、でこんな感じで、はい、もう次行っちゃって、はい、で次がまたザマスが出てきて、はい、で何気に使えるあの人員だっけ、あいつ使えるらしいんだけどね、はい、よくわかんねえけど、
はい、この子はこんな感じでございますね。はい、イケボがちょっと辛くなってきたけど喉が。はい、お次でベジータの弟がいたりして、ゴク BR、 はいはいはい、ご飯がいたりして、こんな感じですね。はい、ここはそんなに言うことがないんだけど、はい、もう次行っちゃっていいんじゃないの。はい、次のページ。はい、であれがまたフルブロだっけか、はい、よくわかんねえけど、で右上のこれはね、グビか、グビ2つ買ったんだけどね、2つでこの2つが出るっていう結構な紙引きをね見せたんだけどね。はい、でヒットワンキルヒットかなこいつは。はい、でお次がまたビルスが出てきて、はい、こんな感じでまたヒットがいたりしてね。はい、ビビディバビデブーがいたりして、非常にイケボを保つのが辛いですね。はい、で次いっちゃおう。はい、で次が魔人とはみんな大好きとはね、ね、サイヤ人、あれバーダックね。はい、でサルサとかね、あれめっちゃ最初高かったんだけど、すごいもう今500円ぐらいだよね、わかんねえけど。はい、すごい最初は安かった、高かったんだけどね。はい、で最後がこんな感じで、はい、トランクスゼノかな。はい、でこんな感じでございますね。はい、てな感じで今回は、俺のドラゴンボールのカード紹介ということで、イケボ縛りでね一応やってみたんだけど、どうですかね。はい、高級カードはないですね。はい、で最後にこいつを出していく。はい、というわけで、まあ今年の目標はね、パラレルを1枚ぐらいゲットということでしたいなということで、どうも俺でした。またね。